本日の第3試合30分一本勝負を行います。赤コーナーバービック、青コーナー瀬戸康史、レフェリーレッドシューズ、アドバー。さあ第3試合シングルマッチ、バービック対瀬戸康史、解説は先ほどに引き続いて千原選手。先ほどは本当に大変なことが起こりましたが、あれは岡部選手。そうですね、ピンタブレースの岡部選手ですね。まあちょっと自分びっくりしてしまったんですけれども、気持ち切り替えて第3試合の方に行きたいと思います。そうですね、はい、よろしくお願いします。さて、この黄色い、今ちょっと話しました瀬戸選手ですけれども、10年ほど前 EWA のリングに上がられてて、当時は大門選手が、チャンピオンということで、タイトルマッチの経験も終わりの方ということで。そうですね、はい、自分も名前だけは知ってるんですけど。ああそうですか、はい、最近一緒に練習するようになって。ああなるほど、はい、非常に基本に忠実なレスリングをしてヘッドしてますね。はい、ああ巻き上げ、トミック選手結構基本上手ですね。そうですね、今まで4号で見たんですけど、はい、はい、なかなかいいレスリングになってます。だけど今はブランク感じられない動きですね。そうですね、まあ、試合前なんかちょっと肩の調子があまり良くないってことを言ってたんで、その辺が不安なんですけども、今のところそういう心配は感じさせない。そうですね、はい、大丈夫。そうですね、やっぱりこう蓄積っていうか、ベテランはその蓄積があるので、これから勝ったりしますよね。そうですね、力比べるのはどんどん衰えないですね。バービック選手も結構力ある方だと思うんですが、お互い力あるんですよね。そうですね、はい、力比べになっておりますが、ちょっと瀬戸選手の方が優勢でしょうか。瀬戸選手に関して私謝らなければならないことがあって、入場式の時、私のミスで瀬戸選手の紹介をすっかり忘れてしまったがゆえに今やられてしまってますけれども、瀬戸選手には心からお詫びしたいと思います。後でコーヒー買ってあげてください。はい、わかります。コーヒーだけでいいでしょうか。タック、はい、アピール、ワン、ツー、ワン、ツー。バービック選手当たり強いですね。そうですね、当たりは強いですよ、この男。まあまあ、いろいろちょっとやさあ、ヘトック自分のトックにないと、はい、ロープ見ました。ちょっとタック、あー、この辺はブランクを本当に感じさせない。あ、すごいですね。もう一回走る、ディープロック、お、ライダーかわした、フライングエルボー、苦手ですね。そして綺麗ですね、はい、まあ、10年もブランクあればあんなに綺麗には飛べないと思うんですけど、飛ぶことだけでも皆さんもそうだと思うんですけど、飛ぶって結構運動いりますからね。そうなんですよ、はい、今のいいフライングからのギロチン、ワン、ツー、返しました。まだまだですね。そうですね。さあ、そして、あー、フェイスロック、これ昔三沢さんがよくやってた、腕を決めてからのフェイスロックですね。懐かしいですね。懐かしいですよね。蘇る三沢伝説です。あ、そしてチンロックに行きます。この三沢もなかなか最近見られなくなって、やっぱ当時の選手なんだなっていうのは我々もよく伝わるところで、そうですね。これから地味に、ああ、バービック選手、髪の毛つんでますね。ちょっと爪上げない。そうですね、だからサーフボードストレッチです。やっぱり使う技がすごいですね。10年前のプロレスを彷彿させますね、やっぱり。返せるか、バービック。通常のプロレスでのこういう攻防見られないので、見られないですね、はい、皆さんも本当にお楽しみいただきたいと思います。返そうとするバービック選手、さあ逆にサーフボードストレッチ切り返しました。もうこの攻防自体が今の攻撃では見られない攻防です。ありがとう、1年入りました。カウンターのレイは良かったですね、今の、はい、そしてこれは長い、お、長い、長い、長い、は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 い、
バーベキュー選手かなり逆転されてたんで結構ダメージしてますね。そうですね、あれだけ長いとちょっと苦しいですね。そうですね、グレンバスターってやっぱああいうダメージも与えられるんです。ああ、スタッフが出てます。これ本当に強かったです。いやでもまだやられたらいいと思います。あなるほど、あやっぱりそうかもしれないですね。今中傷ですね。ベルギーの資格をついて、バーミック選手はこの辺がやはりうまい。そうですね、はい。まあ、今リーダーでもうブラックパーカーズがもういよいよ振ってますから。そうなんですね、頑張りました。そうですね、嬉しいね。彼も入ってもいいんじゃないかなみたいな感じですけど、これは彼のパーカーズですね。あ、そうなんですね。こういう感じで至らない実況ではやりますけど、ああ再び反則ですね。これ目に入れてますね。いただけないですね。ちょっといただきたいですね。ここは選手で返してもらいたいですけど。そうですよね、この辺がやはり10年のブランクっていうのもあるのかなという気がする。うまいですよね。いやうまいですね、切り返しうまいですね。トップトップちょっと言われます。そうですね、ロープですね、これ。あ、ローリングドッグ、マリック。そうですね、タイミングウィザードですけれども、そこからエクレーダー、今のは綺麗でしたね。綺麗ですね。スクー、あー、返しました。そしてどう伝えていくのか、なんかやっぱり10年前のこういい時代のプロレスなんで、なんか見てしまいますよね。そうなんですよね。ボディスラム。エクストラ。さあ皆さん、練習コース、手拍子お願いします。あ、どうでした？あ、フリップが出ました。今すごい技でしたけど、重ねました。綺麗だったんですけどね。はい。だけにダメージがでかいですね。そうですね。意外と下は硬いんですよね、あれ。そうなんですよね。柔らかく見えるかもしれないですけど。今のサーダストプレスじゃない。お、テキサスパンチ、テキサスパンチ出ました。ヘリトップ、ダブルでいきました。バービック選手、ボール、ワン、ツー、返します。難なく返していきますね。まだまだ大丈夫でしょう。そうですね、ちょっとやっぱり表情に余裕が見えますね。ミルドラー、まあ、入場時期で対策から、お、パワーボール出ました。お、ボールに行きません。まだ余裕こいてます。余裕こいてますね。トップロープに登って何をするのか。おー、ダイビングヘッドバット、今の片口に入りました。はい、2カウント2です。今右肩狙ってましたね。そうですね。さあロープに振って、はい、レッドハンドありがとう。さあ、ホールに入ります。お、まず返しましょう。まだ大丈夫ですね。まだ大丈夫ですね。瀬戸選手、目死んでないですもんね。なるほど。はい、まあ、この辺は入場式でやっぱり忘れない。あ、ピンクレード出ました。綺麗でした、今。あ、返した。ホビックもしぶといですね。終わりだ。はい、終わりにポーズ出ました。さあ、何が出るのか。さあ、持ち上げようとしてます、瀬戸選手。リストクラッチ式でいくかの、エクストラ、きれい、決まっ、完全に決まりましたね、今。あ、返しました。バービック 2.8 ぐらいで返しましたね、今。バービックしぶといですね、意外と。そして、何が出るか。わー、2位。強烈の2位ですよ、今。顎に入りましたね。もう一回出ました。皆さん、拍手お願いします。右手からのラリアット、入りました。これもダメでしょ。ワン、ツー、スリー。8分55秒、ゴーアナリアットより瀬戸康史選手の勝ち。いやー、ここ選手、素晴らしい試合、まあ、後で入場式忘れてしまったお詫びを心から接していただきたいなと思いますけれども、素晴らしいですね。そうですね、なかなか良かった。また、
素晴らしい試合を迎えます。